阪神ファンの男、8割渡来を嫌ってるけど、阪神にもし渡来が入団していたら、8割から絶大な支持を受けていた。どうも、富山です。渡来、入るチームを間違えたな。このチャンネルはね、現在、チャンネル登録者、10万人をね、目指します。そこのね、阪神ファンのあなたも、そして阪神ファン以外のあなたも、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。はい、チャンネル登録をね、しようことで、まあ、昨日みたいなね、替え歌が突然ね、流れてきたりとか、野球がない日、はい、休みの日もね、投稿したりね、するんで、そういうね、面白い動画、はい、まあ、昨日の替え歌は結構ね、評判良かったと思うんですけど、コメント欄見る限りは。その面白い動画を、ね、いち早く見れるためには、やっぱりチャンネル登録をしておかないとね、はい、たどり着かないんで、チャンネル登録ね、お願いします。はい、今日ね、先発が最強し、はい、この富山のね、推しのこの最強度が、先発です。オールスターにもね、無事選ばれまして、まあ、今はね、セ・リーグを代表する、はい、ピッチャーになってきます。で、この才木が投げる感じでね、絶対勝ちますと言いたいところなんですけど、今日は才木京都が唯一打たれてるヤクルト戦ということで、はい、天敵オスナが、はい、待ち構えてるんで、ね、サンタナ選手はね、怪我、下半身のコンディション不良ということでいないんですけど、まあ、オスナがいるんでね、ちょっと今日はね、分かんないですね、正直。まあ、阪神打線次第かな。阪神打線が3点、4点援護すれば、まあ、確実に勝てるかなと思うんですけど、ちょっと1点、2点だとね、厳しいですね、今日は。最近もね、ヤクルト戦だけは防御率が3点台ということで、今日勝ったら10勝ですから、オールスター前に10勝。これはね、青柳選手がいらしいんで、まあ、やっぱりエース、はい、時代もね、変わったんで、青柳から最強度、はい、エース変わったんで、はい、でもそのエースが変わったってことをね、日本中に知らしめるためにも、今日ね、しっかり10勝ね、決めておきましょう。めちゃくちゃ雨降ってるやん、今日ね。はい、キー。ああ、どうやろ中野2試合連続。すごい。これが中野やな。中野たまらん。中尾で無理やったじゃない。さあ、宮本。戻らない。テルアキのテルアキ。そうやな。テル、ホームランホームランテル、ホームランホームランテル、ホームランホームランテル、持ってこい。テル。何してんねんおい、バットに当てなおい、エンドランやろ、サイン単独してるわけないね、入ってないよ、決めろ、サイン決めろ、オーケー、ナイス、よし、よく行きました、頑張れよ。 Thank you.
こうやってルイン進めんよお前、三塁に進めんねんお前、右京悔しいバッティングやろお前。え、燃えろ燃えろスティーバーだ、燃えろ燃えろスティーバーだ、かっ飛ばせ、いやーバカがすごい、やべお前、うらーおーマッチだ、マスだすげー、もう見極められてんねんお前、ファーボール戦法はとっくに。いや、だろ、あ、じゃあ、今回、そう。いやだー、サイケーサイケーサイケーサイカミヤーナイスペッツー、お前がよっしゃー、これはやばいな。この最近早く答えられな、お前。お前は我らの親はさあ仕事の場面、我らの親はここしかないぞ、おい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 さあその一打を、おいおいおいそれで導け、おい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 、うわーやろ、お前はここやろ、仕事する場面、お前はおーマジかよ、お前、うわいつ点取んねん、マジで。野口野口野口行け、プロハッソーブラー野口野口野口走れ上田、走れ上田かい、鍛え抜いた霧の原口のすべて、見せろクラスをガッ飛ばせ原口、おい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 かいよけ、うわー原口ナイス、原口レドリーの原口タイヤーさー、いやーでも上田かい、走ってよかったけどな、走ったら1点入ってたね今、おいおい、あれあれどうだ、はぁ、おいバカか、岡田おい岡田やろ、あ頭おかしてんかお前、何やろ、何や坂本はないやろ、おい豊田はどこ行った、豊田帰ったんかおい、おいおいどこ行った、は絶対勝つ、大会そうやろおい、絶対勝つ、大会意味わかん、これは絶対勝つ、これはわけわからん、たとえ坂本が打ったとしても意味わからん、どういうこと、どういう采配これ、マジでトロリー目指せよタイガー、ワッショイ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 、ランカモト
何言ってるか聞こえなかった。立川監督と笑顔で握手を交わしまして、言葉交わされたと思いますけれども、どんな言葉が褒められたんでしょうか。いやー、そうですね。立川監督。